はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルージュです。では今回は対抗力士伝5明智光秀でプレイ続けやっていきたいと思います。でここまでですね、特に浅井家を滅ぼしたことによって家中がねむちゃくちゃ充実をしています。じゃあ具体的にどんな状況になっているかというと、まず武将がむちゃくちゃ増えましたね。長政久政親子をはじめ、あとは道さんなんかもね配下加わってますし、相当充実しています。最初ね、大前と様之助、この2人しかいなかった状態からここまで家中が大きくなりました。で目下の目標はですね、近畿地方、この攻略なんですが、残り21個の城、相当先は長いですね。で今回は、まずはね、大きくなったこの家中ではあるものの、城は一つしか持っていない状態なので、やっぱりねどんどん攻め込んでですね、少しでも多く武勲を貯めて、で国主、軍団長になれるように頑張っていきたいというふうに思っています。ではまずですね、久しぶりに信玄の顔でも見に行きますか。ここまでだいぶ順調にね、戦い進めてきてくれているので、お褒めの言葉の一つでももらえるんじゃないかなと。で行商人から刀、これは買ってあげましょう、金は余っている。信玄まあいるかという問題もありますけどね、いるな。そうだな、まずは戦略を聞く、領土守備、主名変更願い、国攻略、いや国攻略の方がいいよな、どう考えても。南近江攻略、これに変えましょう。残り3つの城で済むもんね。近畿地方攻略ってなるとちょっと果てしなさすぎるので、一旦南大区六角形の攻略に専念しましょうか。で久しぶりに来たので誰か会っていく？もう実は勘助は死んでしまってますからね。勘助なき、この武田家を支えるのはこの私だということですかね。そしたら鉄砲鍛冶の練習をして南近江六角に攻め込みましょうか。だいぶこの機内進出のためのね地盤固めに奔走しましたからね。ただこの先の展望がちょっとね見えてこないかなというところなんですよね。武田信玄が大きくなりすぎていて、謀反を起こすにも用意周到にしないとね、それこそ痛い目に遭いそうな気がするので、この先自分をどう処置するかっていうのをねちょっと考えものかなというふうに思っています。小一郎はやっぱ軍資金の調達力半端ないな。みんなそれぞれそれなりに成果を出してきてくれてますね。では一旦休養していきましょう。まあキリンが来るもね、美濃編が終わって越前編が始まろうかというタイミングですけど、コロナウイルスの影響で少しね心配な状況ですよね。撮影もストップしていて、撮影がストップしてる分ね、この先の放送回もどうなるのかなっていうところですけど、では合戦に挑みますが、合戦に出ない人たちは一旦ですね修行に出てもらおうと思います。では早速合戦に出陣しましょう。その目標はズバリ観音寺。はい、そしたらですね、ちょっとやっぱり援軍なしで戦うのは厳しそうなので、一旦兵を引いて、この間にですねちょっと兵力の増強を行って自分自身の能力も高めておきたいと思います。
じゃあまた井ノ口の町に行って、いつものように鍛冶屋で鉄砲の修行に励みましょう。来たね、鶴瓶打ち。射撃または砲撃が可能な備えが4連続攻撃する。これ相当強力だよな。これで鉄砲もマックス値に、極みの域に達しましたかね。ではこれで一度また大垣城に戻ります。で、兵力を増強しないといけないので、兵を少し集めていきましょうか。では一度表情を開いて兵力増強を言い渡しましょう。はい、ではね、徴兵も行ってお金も貯めて再度観音寺攻め込みましょう。これで、お、戦闘中か。今どこと戦闘中？これも重要になってくるからね。六角家戦闘中であれば、ちょっと一足飛びに坂本城、どうせ南近江は攻略しなきゃいけないところなので、一足飛びにここ南近江坂本城を目指しましょう。まあ、坂本城といえばね、光秀ゆかりの城ですからね。出陣する。で、できればやっぱりね、信玄のところから要請したいんですが、信玄がいるかどうかっていうのもちょっと確認しとけばよかったけど、ここ今居城している状態なので、うわ、ただ出撃中か。いやー、厳しいな。木曽福島、兵数が多いところから出してもらいたからね。やっぱり15,000フルでとは言わないまでも、まあ、1万規模の軍勢を出してくれそうなところからお願いしたいですね。箕輪城にお願いします。よし、これで出陣はしてきてくれると。では坂本城の攻略始めていきます。兵の数がちょっとまだ足りないのか、ま、なんとか粘り切りましょう。で、金があるうちに援軍の要請もしよう。まあ、どこにお願いするかですけど、駿府だな、今川の駿府。援軍要請2000。よし、金を2000払ってでもここはどうしても欲しい。坂本城、居城を坂本城に移すという手もありますしね。さあ、まずは今川義元自ら参陣してくれるのか。これは嬉しいな。このまま坂本城を一気に落とせればどうだろう。京都の町が近くなってきますね。というか、もう京の町と目の鼻の先。おお、ここで松永久秀か。光秀ゆかりの武将たちがここに参集してきましたね。では野戦こなしていきます。坂本城の攻略成功してます。これであとは観音寺が落ちれば、この近江も我がものになるというところですかね。軍神統率プラス15、これは大きいな。では一度本拠に帰りましょう。坂本城もね、一度直轄になってしまってると思うので、信玄のね、一応見ます。そうだよね、信玄の直轄になってるよね。信玄が今観音寺攻めてるのか。ここ取ったら、日野城を落とせば一応南近江の攻略が完了するっていう状態になりますね。ではこのまま一度城に入って、軍資金調達だと徴兵ですね。もうちょっと徴兵しておきたいかなと思います。あとね、まあ、光秀は医術にも
通じていたという説があるようなんですけど、ここでもね、診療所を開けるほどまでになってますので、診療所を開きましょう。診療、これでね、病んだ部下たちをしっかり癒してあげましょう。さて、ではこの後表情を行って体力回復して日の城攻略の準備を進めておきたいと思います。はい、ではせっかくなんでね、その診療所の方に足を伸ばしてみましょうか。診療所、自分で薬が作れんと不便で仕方がないということなので、まあ、製薬の製造ですね。あ、薬草がないと言われた。そうだな、何日間診療所を開くか。だったら先に一度表情をこなしちゃいましょう。で、ゴズメ血栓できるんだったら、ゴズメ血栓したいよね。ここで一度落としておくというのもありだけどな。ただし兵士の数が7000しかいないってなると、ちょっと話また別だよね。まあ、ただ7000でもいいので一度出陣しちゃいましょう。これで観音寺を落として、次の城の攻略戦に向けて準備を進めます。ではここでも合戦を行います。徴兵をもうちょっとしっかりやった方が良さそうだな。はい、観音寺を攻略成功してます。ただこの後ですね、光秀の軍勢少し兵が少なくなってるので、また徴兵をしてからですね、次の拠点攻略、これを行っていこうかなというふうに思います。で、年またぎになりますので、一旦そこまで進めてしまいたいと思います。では新年の挨拶をしにですね、一度つつじヶ崎館信玄の元を訪れましょう。で、戻ったら日の城攻略を行って南近江を平らげます。これで昇進なんてことになるとね、テンションむちゃくちゃ上がりますけどね。では大表情とも言うべき信玄との謁見を行っていきます。いいね、光秀むちゃくちゃ増やしたもんね。17万6千石増やした。で、まあ官職よりもね、軍団長に任じてほしかったかな。特に何も得るものなく。ではこれで戻ってですね、日野城を攻略して国主にもう誰のね、目を気にすることなく、押しも押されもせぬ国主になるべくですね、日野城攻略行っていきましょう。では一度御垣城に入ります。で、早速出陣。兵の数がどれくらいいるかだな。ちょっと数が足りなそうなんだよな。一度休憩をして、その後になんとかして攻略の兵を起こしましょう。で、診療所にもね、ちょっと覗いておきます。まあ、せっかく診療所を作りましたからね、10日間ほど診療しましょう。まあ、光秀もね、診療所っぽいものを開いた説もありますからね。で、指名を終えて徴兵を行って、長政が全然徴兵できてないな。これでもう出陣しよう。なんとしても南近江を平らげる表情を行います。合戦、合戦の目標はズバリここ。ちょっと待ってね、日の城六角、どれくらいなんだ兵の数。我々の方が16000、出陣できる中、実際の兵は8000しかいないっていう状態だもんな。ちょっとこれは厳しいので少し、徴兵していきます。では兵の数少し増やしましたので、ここで合戦をしに行きましょう。仕留める。兵の数が15000、これにですね、一応援軍の要請を行います。信玄のところに
援軍の要請。援軍が出せない。そうか、援軍欲しかったけどな。じゃあこの上で金を払って今川義元にまた援軍を頼みましょう。金を払ってでも援軍を出してもらわないと。あっさり攻略したいですからね、ここはね。金がない、金がないのか。金がないと来てくれないんじゃないかな。お、来てくれる。金がなくても来てくれるなんて、信玄とは雲泥の差だな。ではこのまま援軍の到着を待って総攻めにかかりましょう。和議の使者が到着。停戦。停戦の約定は結べないよ、拒否だ。はい、これで日野城攻略完了して、六角が滅びると同時に、南近江をね平らげるという主命、これの達成ができたんじゃないかなというふうに思います。敵の処遇、まあ、これは全員雇おうかな。まあこの中で誰っていう人はいないですけどね、全員一応ね登用しましょう。ではこれで主命達成の報告をしに行きましょう。お、大殿よりお言葉。うん、南近江の攻略見事であった。それだけかい。ただ1500手に入れたのであれば、これ軍団長になれる可能性ありますよね。この後一旦信玄のもとに訪れて、次の主命どうするか、まあ伊勢志摩の攻略が現実的に近い場所になるかなと思うんですけど、まあ、そのあたりの相談をしに行きたいと思いますが、今回はね一旦ここまでにさせていただいてですね、その様子はまた次回、プレイをしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。